ではバルバルご紹介していきます。まずこちらがウールモヘア肩あぜ編みというシリーズのワイドプルオーバーになります。とかなり身幅がたっぷりとした1枚ですね。素材がアクリル、ナイロン、ウール、モヘアが入ったすごく軽くて柔らかいあぜ編みのニットになります。こちらのカラーもバルバルがオリジナルで色を合わせて編み立てたニットになるそうです。こうミックスの色味になってますね。こちらが色違いのブルーグリーンです。私が着ている色がイエローグリーンになります。カラーは全部で4色、オレンジ、イエローグリーン、グレー、ブルーグリーンの4色になります。イエローグリーンとグレーの2色は店頭オーダーしておりまして、オレンジとブルーグリーンは予約会のみでお選びいただけます。はい、次にこちらがコーマツイルエアキモというシリーズのカシュクールサロペットになります。こちらの生地コットン 100% なんですけれども、光沢が少しありまして、あと起毛感もあるのですごく上品な印象の生地になります。フロント部分は V になっていて1つボタンがついてますね。両サイドにポケットがついておりまして、袖丈は七分袖ぐらいの袖丈になります。肩紐タイプではなく、こういった1枚で完成度が高いサロペットタイプは最近すごく人気です。カラーがベージュ、カーキ、ネイビー、ブラックの4色からお選びいただけます。はい、次にこちらがウェザーピーチキモというシリーズのスタンドカラーモッツコートになります。こちらはポリエステル 50%、コットン 40%、ナイロン 10% の生地になります。ツヤツヤしたスポーティーな雰囲気ではなくて、ピーチ加工といってちょっとうっすら起毛させたマットな質感の上品な印象の生地になります。襟ぐりや袖口のギャザーのデザインがまた女性らしくてすごく素敵ですね。透け感も長く着られる素材で、滑りもいい素材なので中にニットなどを重ねて秋口にも大活躍する一着です。シワ感も気にせず日常使いしやすいアウターかと思います。カラーがオフベージュ、私が着ているベージュ、カーキ、ブラックの4色で、ベージュとカーキを店頭オーダーしております。はい、次にこちらが同じくウェザーピーチキモのシリーズの襟付きフーディージャケットになります。こちらのカラーはオフベージュのカラーになりますね。店頭オーダーはベージュとブラックをオーダーしております。フードの部分と襟がつながったデザインで、寝かせても立たせてもいいようなデザインになっております。フロント部分はジップになっていて、開けっぱなしで着ていただくとこんな感じです。ちょっと襟を開いて着ていただくのもおすすめですね。裾の部分はドローコードが入っておりまして、こうキュッとゴム状になっているのですぼめてお使いいただくこともできます。ちょっと丈感なんかも変わりますし、フォルムも変わります。フード付きのこういうブルゾンも日常使いにすごく便利なので、お好きな方多いんじゃないかと思います。袖口はゴムになっているのでまくり上げやすいデザインですね。カラー展開は先ほど申し上げました4色になります。私も子どもたちとのお出かけ用にベージュを自分の分オーダーいたしました。はい、次にこちらがテリーナップというシリーズのワイドプルオーバーになります。こちらはフリース素材を起毛させて、さらにボリュームを出したアクリルウールの素材なんですけれども、まるでメリノウールのような質感のすごく柔らかくて軽い1枚になります。フリースのカジュアルな感じではなくて、ニットの代わりに着れるような雰囲気ですね。カラーが、オフ白、サックス、グレーベージュ、ネイビーの4色になります。サックスとネイビーを店頭オーダーしております。立体的な袖と短丈がすごく素敵な一着ですね。はい、次にこちらがナイロンワッシャー刺繍キルティングというシリーズの、こちらがリバーシブルベストになります。オニオン柄のキルティングにさりげなくドットの刺繍を加えたバルバルらしい一着ですね。ベストは裾にこうゴムが入っておりまして、
フロントはスナップボタン、裏側がフリースの素材になっておりまして、こちらを表にすることもできます。こちらのカラーがきなりです。はい、次にこちらが同じ素材のノーカラージャケットになります。こちらのカラーはベージュになりますね。ベストよりも少し着丈が長くなります。フロント部分は同じくスナップボタンになっていて、こちらはリバーシブルではないので、裏地はフリースではなく普通にポリエステルの裏地になっております。玉ねぎ型のキルティングにこのドットの刺繍、分かりますでしょうか。赤綿もそこまでモコモコ入っていないので、秋口春先なんかにも重宝する一着かと思います。はい、こちらが同じ素材のノーカラーコートになります。こちらのカラーがブラックになります。ポケットがスラッシュポケットになりますね。で、こちらは、フロントの部分が今までスナップボタンだったんですけれども、コートは、ボタンが上に1つと、あとフロント部分はファスナーになっております。こちらも裏地はポリエステルの裏地になりますね。きなりやベージュはすごく女性らしい柔らかい雰囲気でしたが、ブラックだとピリッとかっこよく着ていただける印象です。カラーが今まで出てきましたきなり、ベージュ、ブラックに加えて、もう一色カーキもお選びいただけます。はい、次にこちらがワイルドリブ編みというシリーズのハイネックカーディガンと、コーデュロイのシリーズのワイドテーパードパンツの組み合わせになります。こちらウールではなくてコットンとポリエステルが半分半分でだいたい入った素材になります。なのでチクチク感もなく着心地のいい一着です。袖口がちょっとくるんとなったデザインも素敵ですし、フロントの大きめのボタンがアクセントになったデザインですね。こちらのコーデュロイのワイドテーパードパンツはおそらくハバダッシュリーの頃からやっている形ですね。ウエストの後ろ部分がゴムになっていて、太さはあるんですけれども少しテーパードがかかった、すごくすっきりと履いていただける一着です。太めの腕のコーデュロイになりますね。まずこちらニットのカラーです。グレー、マスタード、グリーン、ブラックの4色からお選びいただけます。で、次にコーデュロイのパンツのカラーがきなり、イエロー、ブルー、ブラックの4色からお選びいただけます。はい、次にこちらがボアというシリーズのスタンドカラーコートになります。こちら羊のような見た目のシープボアを使ったボリューム感のあるカジュアルアウターになります。ポリエステル 100% でウールを使っていないアウターなので、すごく軽くてあったかい一着です。フロント部分はファスナー仕様になっております。スタンドカラーのシンプルなデザインなんですけれども、ところどころ縫い目の部分をロックミシンにすることで、アクセントを加えているそうです。カラーがサンプルのオフグレー、ダークベージュ、キャメル、ブラックの4色からお選びいただけます。あとサンプルが届いていないんですけれども、こちらの前焼きベストも、ご用意がございます。こちらはオフグレー1点を店頭オーダーしております。残念ながらサンプルが届かなかったのですが、こちらのサロペット、こちらのキャメルとブラック、中に着ておりますニットのブラックも入荷いたします。あと去年も大人気ですぐに完売してしまったこちらのツイーディーヘリンボーンのこちらのタックプリーツスカートグレーと、こちらの同じ素材のストロールパンツブラックも入荷いたします。